はいどうも、名古屋塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井口です。どうもこんにちは。本日は愛知県公立高校受験で絶対やってはいけないこと、これについての話をしていきたいと思います。結論から言うと、自己採点を必ずしてください。自己採点をしないことは本当に良くないです。これについての話をしていきたいと思います。また自己採点をすることによって、井口塾の合否判定サイトで一発で合否の結果が分かります。また今年度の同じ日に受験したこのデータで後日合否データが分かります。そのため与えられた番号などもメモっておいてください。さて話をしていきたいと思います。なぜ自己採点をする方がいいのか。これはですね、 A 日程で出た問題は B 日程で出るものもあるんですよ。同じ分野が出るということです。同じレベルも出るということです。そうすると A 日程で出た分野を B 日程でも同じように対策を取る、 A 日程で出たレベルを B 日程でも出ると思って対策を取る、こういったことができます。そのため自己採点をして自分が合ってるのか間違ってるのかで B 日程対策を取ることができます。また教科によっては A 日程で出た問題とは真逆の問題が出る場合もあります。これもまた動画で説明をしますが、かなり大事になるので絶対に自己採点をしてください。自己採点の方法は簡単で、当日受験の時に問題用紙に答えを書きましょう。ただし記述を書いている時間はもったいないので、選択肢だけで十分です。もちろん記述の中でも数字を書くだけだったり文字を書くだけであれば、それも回答に書いてください。国語の要約、こういったものは書かなくて十分です。しかし問題を選択する時に回答用紙に直接書くんではなく、問題用紙に書いてから回答用紙に書く、そういった練習をしてください。自己採点をすることによって B 日程でも生きてきます。そして A 日程しか受けない子は1週間後の合否に対してハラハラドキドキしている、結構精神的に辛いですよ。 B 日程だけしか受けない子、 A 日程の問題は別に受けない、別にいらない、そういったことを言うんではなく、愛知県のホームページなりに公開するので、それを一度解いてください。もちろん時間を計ってです。そうすることによって A 日程で出た分野、傾向、レベル、対策取ることができますよ。そのため B 日程の子も自宅塾で必ず問題を解き直してください。絶対にダメなのは、自己採点もせず答えも見ず解説もされず、そのような状態で A 日程を終えて B 日程に直接行く子、こういった子は実力で受験を受かろうとしている子。もしあなたが1問でも取れば合格できたのに、当日1問を落としてしまい不合格になってしまった、そういった後悔をしたくなければ必ず自己採点をしてください。当日の回答用紙の記入は忘れないようにしてください。そしてこのチャンネルで受験当日分析動画を上げます。ぜひそちらも参考にしていただき、そして当日生放送ライブもします。分析動画、生放送で相談、ぜひお待ちしております。最後に3月7日受験当日、もし点数が分かったら井の塾の合否判定サイトを使ってください。そこで合否がしっかりと分かります。ぜひおすすめです。自己採点をすることによって自分の点数が分かり、自分が合否がどうなるか、そういったことも分かります。それがもし分からないんであれば、井の塾の合否判定サイトを使ってください。合否判定サイトでは自分の得点を記入していただき、内申点、当日点を記入し、受験校を入力、そうすると去年までのデータから合否判定が行われます。また後日今年の受験生のデータを集計して合否が出ます。そのための番号もしっかりとメモってください。めちゃくちゃ参考になるのでぜひ使ってください。